今回は山裕太規制のネット後の対局を見ていきたいと思います。で初手から見ていきたいと思います。黒番が山さんで白番が台湾のプロの方ですね。でこちらに打ちましたね。この一三五の構えが移合 AI の金毛というめちゃめちゃ強い AI がですね打ってた不跡ですね。 まあ世界中で大流行している布石の一つですねでこちらに打ちました、まあ、黒は右側をね盛り上げていこうという打ち方ですねでこちらに広げていきましたね で、ここで、これがね、まあ、なんとも、説明が難しい、なんというか、独特の、工夫した一手でしたね。これ全く気がつきません、これは。これは、まあ、部分的に打つなら、まあ、かけ継ぎとかが形なんですよね。守りの形。なんですが、これは面白い一手でしたね。ただ、これ一応、切る手がありまして、 継ぐのはここに当てられてちょっと白が崩壊してしまうのでこの切りに対してはなんというかツげない形なんですよね。なので、まあ、何も打たなければこの切りに対しては外側から捨てていく形になるんですよねこういうふうに。こういう形こういうふうに打って白は成形していく場所なんですね。まあこれは ま、次であればね、次で、ま、白が簡単に成形できる場所なんですね。なので、ま、これはすぐに切ってく手は、あの、白全然怖くないんですね。ま、逃げてきたら、これ、ぐ手が単純にいい手で。ここに次が来ると、この、跳ねてく手が厳しいんですよね。で、ま、黒、ここに跳ねて。ま、これ打たないと、 ここにすぐに切ってしまうのは、これは単純に当てが効きまして、跳ねられて、この爆弾が残ってしまいますからね普。通普通にこれ弾いて、この爆弾残ってますから。これちょっと黒がまずいんですね。いや、これ黒相当まずい形でね。なんかこういう風に打てば良さそうに一瞬見えるんですけど、これも単純に当てられて、 ダメが詰まってるんでね。打って返しなんですよね。これ取っても取り返されちゃう形がありますので。黒は潰れちゃうんですね。良くない形あ。なんかこういう風に打っても。まあ、こう、これがね、効いてしまって。まあ、この時にここから打つ手がありましてね。これが、 黒があの無条件で取れないんですよねあの。こうになってしまうんで。これ良くない形ですね黒が。非常に良くない形。なので次には隅をね。あこの羽出しには隅を受けるしかないんですね。こうやって羽ネツを打ってから切るんですね。ただこれはあの白が外が相当強くなってますからこれはあの黒がね不利な戦いなんですね。 3子の黒い石の方が危ないので。なので、だからすぐに切ってくっては大丈夫なんですが、まあこれが来るとですね、まあこれ桂馬でここに打つと、これはちょっとこういう形になりますよね。切られて、まあこれは、継ぐのは良くないので、まあこういう形になりまして、ちょっとですね、まあこうなった時に、なんというかここに、 桂馬にある必然性があんまりないので、こういう形になった時に、ちょっとなんというか、筋違いではあるんですよね。だからなかなか気づきにくい手でしたね。この場合は、ここにあった方がいいという判断なのかなと。非常に特殊な状況だと思うんですけど。で、黒は打ち込んでいきまして、 まあ白はこの桂馬に打った一手が活かせるかどうかが、この後のポイントになってくるのかなと思います。この後が働かないとい、あの、非常に甘いところに打ってますので、地としては。で、一手かけましたね。ここ一手必要なんですね。やはりこれ切られるとちょっと白の形が崩れてしまうんで、一手必要ですね。なんですが、まあ、黒もしっかり右辺確定時になってますので、 黒、まあ、も受けてて不満がないということですね。で、切ってから、これ隅受けましたね。これやはりここに、次が利き筋みたいな場所になってるので、これ跳ねつぐ調子を求めたんですね。切ったということはもう、隅受けるっていうことになりますね。で、つけていった手がいい手でしたね。この形、あの、部分的にどこかのタイミングで動画にしようと思ってたんですけど、 非常に難しい形で、実践隅から受けましたね。一応こっちから、こっちからぶつかれれば部分的には手ないんですよね。これ跳ねてもぶつかる形がありまして、これ部分的には手はないんです。周り白石が強ければ。まあこれ、次であっても、これ無条件で取る手は一応あるんですよね。下がる手がいい手で無条件で取れてるんですよ。これでなかなか、 あの部分的にはちょっと黒が生きる手がないんですね。これよく僕も実戦で間違えてしまったことがあるんですけどこれ下がる手がなかなか気が付きにくいいい手で跳ねてしまうとこれ隅が手になってしまうんですよね。これこの形だとこうの形なんですよ。こういう。これは無条件で取れるところがこうになってますのでこれは 白が失敗なんですねなのでこれはねあのし絶対にあの実戦でよく出てくる形ですから実戦あの知っといた方がいいんですけど下がるのがねいい手なんですねただですねここら辺が切りを見てね先手なのでまあ黒は隅を捨て石にして外から利かすようなことができるんですねだからこれだからこれで意外と 黒が損してないんですよね。外から効かしてますんで。なので、このツケがうまい手筋でしたね、ばきの。で、白は外側から効かされるのを嫌って、隅から受けましたね。まあ、これであれば黒が渡って、まあ、地は黒がすごい得したんですよね。これ渡りながら、 黒結構眼形が豊富で根拠ができてますから、これ黒が成功しました。で、コスミまして、桂馬ですね。で、次まして。で、覗きを打った時に、このツケがね、面白い一手でしたね。これなかなか気がつきにくい一手でしたね。まあ次になんか跳ね出すような手を見てると思うんですが。 これ意外と覗いた手がいい形で、もう黒に対して攻めが効かない形になったんですよね。例えばこういう帽子とかが厳しければいいんですが、これはですね、もうこれ押さえて生き形なんですよね。押さえが眼形の急所になってまして、まあここら辺にもう目ができてますんで、もうこれ黒ほとんど生き形なんですね。なので、 まあ眼形の急所はここなんですよねお互いのただこれがもう効かなくて黒に早逃げされちゃうんですよこういうふうに早逃げされてしまいましてまあ切ってもこれも後手なのでまあこれぐらいで頑張ってきますんでね黒はこれはまあ白ここ取ったんですけど後手で黒に大きいとこ回られてるんでこれやはりね黒が優勢なんですね不満ないんです というわけであのこれはなんというか苦心した一手ですねちょっと普通の手では全く攻めが効かないということでひねり出した妙手ですねただここによってあ、これ早逃げがいい手なんですねこれ真ん中が空いてるのでこれの位置はそんなに攻めがあの厳しくないということで,で白もここが 薄いのでこちらからか受けましたでここにねあの上から防止した姿はこれとてもじゃないですけどあのー、攻められる形ではないのでもうこれは黒は安心ですね。でつけていきました。ここまで井山さんがうまく打ってますね。で隅を頑張った手がこの場合厳しかったですね。追い出して攻めようという手で。 で、こちらからもうまともに、これ全部取りに行ったんですね。で、受けて。で、ここで鬼出が出るんですね、井山さん。いや、これ、打たれた瞬間、全く、もう、びっくりするというか、すごい鬼出が出ましたね。これは、本当に、ものすごい読みに基づいた鬼出だったんですね。普通はどういう風に打つかというと、 普通はここに打つんですね。ここに打ちまして、この白がね、部分的に生きてないんですよね。例えば、当てであれば、逃げて。で、まあ、もう抑えちゃってね。これ、出て切ってきても、この3子を取る手がないんですよね。当てても、当たりになりますからね。こういう風うに打って。これは簡単に、 外側脱出できますんで、簡単に脱出できてますんで。これは、あの白が取られてるんですよね、ここの石が。なので単純に、こちらに連打してても相当厳しかったと思うんですが、井山さんはですね、さらに厳しい、もっと厳しいこと考えてたんですね。石取れるんだけど取りに行かなかったんですね。 こちちらに打ちましたで白はここに当然連打しますよね。で羽これ羽を見てたんですね。これダメ詰まりなのでこちらに打つしかないんですね。これは当てると当てられてこれ継ぐ手がないですからね。ダメが詰まってるのでこちらに。あ,あ先ほどの。 これは、こちらに切られて、あの、取っても両当たりなのでね。これは白が潰れてますね。なので、潰しかないと。で、こちらに打ちまして、これ一瞬ね、あの、これ白が生きたんですよ。この形になって白はぴったり生きてる形なんですね。なので、これ生きられてしまうと、 一見黒が失敗してるように見えるんですが、ここで黒から鬼出が出るんですね。覗きがいい手で。で、引いて。まあ、次に継ぐような手がありますからね。で、切って。こすんで。これ、ここの出切りを見られてますから、継ぐ。と。で、この並びが決め手になりまして、ここで白が 投了しまして黒の中央し勝ちとなりました結果としてどういうことになったかというと右下の白がですね全部取られてしまったんですねこの白石がだからここの井山さんはすごいこと考えてたんですねここの右下のこの下辺のね白地を黒地にしちゃうというそういうすごい厳しいことを考えてのここのつけだったんですねこれが決め手になりまして あのこの右下の白の大石を全て取ることができて黒が勝ちになったのかなと思いますね。だから凡人にはこの右辺の白が相当危ないのでこの白石を取りに行ってあの分かりやすく良さそうに見えたんですがその井山さんはこういう部分的なことだけを考えているのではなくてもう全然違うところここら辺の付けから。 全然違うところを見てたんですね。これがもう本当に凡人には思いつかない井山さんの鬼デーだったのかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。